匂いを嗅ぐことを極めます。今期のソロ企画が始まります。その名も究極恋愛おじさんって言って、小川君も一緒に巻き込み系そうじゃない1本目の匂い当てゲームを始めていこう。おっしゃおっしゃ、よし。おかしいだろ、自分の棒を自分で背負ってるだけだからね。香りを用意していただきまして、これをですね、我々が嗅ぎ合って10問これ全部当てなきゃいけない、ね、当然ね、10本全部当てれればね。まあね、だってそれをほらあなた1ヶ月先行った人ですからどっちが多く当てれるか。そうだね、なんかね、噂では横ティーも結構ね嗅いできてるっていう噂がある。どういうこと大人になるとさ、言い訳準備するおじさんになるとね、おじさんは潔くいかないから。おじさんは匂いに霊園するわけですから、言い訳しちゃダメです。匂いを好きにならないといけないからね。どちらが多く当てることができるか勝負したいと思います。よし、頑張ります。よいしょ。さあ、横ティンの横ティンってこの番組中にあだ名作ろうとするのやめて。あだ名を決めようとしてるでしょ、うん、あだ名を決めようとしてる。横ティンっていう ね、 もうね、どんだけね準備できててもずっと横井くんがね、あそこのインサートばっか撮ってるんですよ喋ってるけども、喋ってるけども撮ってない。こっちにあれをくれないんですよ。そう、用意してくれたやつね、はい、これね、はい、ランダムに当てる。 OK、 渡してこう、こうやって渡してみます。何度もこれはありなのかいいんじゃないですかこれね。タレントだよってお母さんに見せれる動画があるの嗅いで開けてこの中から選ぶとかでもいいの。じゃあちょっとまず1回1個目、はい、これどっちにあるの。こっちにある。今そのまま嗅いでまで、こっちの手前、これかい、うん、あ、分かった。ペパーミント。正解。よし、お前の1ヶ月のマウントを奪い去ってやるからな。もうペパーミントの匂いだ。もう一回いくよ。ペパーミントの匂いしかしない。ベルガモット。残念。マジペパーミントの匂いしかしないから。マジで今ちょっと待って、別の家の匂い嗅ごう。よし、来い。もう一回いきますよ、はい、これ、この並んであるやつ見ていい。そうそう、まあ、置いとかこうか。ほかだと、いいよ、いいよ、どうぞ。何だったかなやべえな、今のなんだ。もう一回今のもらっていいですか。もう一回。今のやつ、ね、これね、ローズマリーカンファー。残念。ちょっとだってペパーミントはもうダメだよ。外れたのか何だったのかが分かんないから。外れたのか何だったの。じゃあ次いきますよ。嗅がした順番覚えてる。今一緒の間が気になるよ。はい、レモン。あ、さすがだね。正解。リアクションよ。俺急に呼び出されて何やってるんだろうと思って。はい、次、はい、オレンジスイート。残念。え、嘘。はい、柑橘だね、これ柑橘だよ、これ。それはどうかな。え、そこからそれはどうかな。そこからノーヒントなの。それはどうかな。嘘でしょ。これ見ていい。いいよ。あ、じゃあこれがオレンジスイート。残念。違う、何だったのか。何だったの。じゃあ外したやつの匂いも忘れてくわ。じゃあ次いきます。これ分かりやすい。次分かりやすい。自分に変えてくれるよこれね、うん、次分かりやすいやつよこれ、ね、ユーカリ。残念。嘘。あ、嘘なんだっけ。あ、違う。あ、違う匂いかもしれん。次へ行きましょう。はい、先生、変えたよこれ。二択、ちょっとここまで来たらさ、ちょっとヒントで二択選んでいい。二択、うん、で、その二択入ってるかどうか。うん、あ、分かった。ティートリーかユーカリ。ティートリー。残念。嘘。ユーカリ。
マジで10個あったら絶対好きな匂い見つかるよね。あのちょっと質問いいですか、うん、あのここまでで、うん、ティートリーいました。ティートリーティートリーいたね。いた横井部長どういた、いたティートリーいたよね。ティートリーいます。えこれは違うのか。じゃあえちょっと待って、さっきのね、まあいいや、ちょっとこのまま行くわ。うん、ティートリーは違うんだよね。ティートリー出たもんさっき。そうですよ。ベルガモット残念。じゃあ食べんでいいって、もう食べんでいいって。うん、これさ、これ最後。あ、指についてはそのダメなんだ。チャンス、チャンス。ブラッドオレンジ。正解。よし、合計何個ですか。10個中3個。バーミンペパーミント。あ、なんでバーミントだよ。おかしいだろ、ほらほらほら、そこで狂ったんだ俺完全に。ペパーミント当たったからさ、あ、それはお前この野郎。あ、だよね、おかしいと、嘘だろ。横井くんは書いておいてくれたの。くっそー、だって最初にもうペパーミント出たからさ、はいはい、当たりだと思ったからもういないと思ったんだよね。いんのかよ、いんのかよ。そうだね、そうだね、じゃないよ。お前ふざけんなよ。お前ふざけんなよ。自分の立場になったらマジ分からん、この恐怖知らんやろ。マジで疑心暗鬼になるね。疑心暗鬼になる。あれ、これだったっけ、指ついちゃったのかなみたいな。なんか匂いがさ混じるんだ。ブラッドオレンジ今噛むなよ。今がずるいっすよ。ブラッドオレンジとオレンジね、これ難しいもんね。なんか余裕出てきたね。いやいや余裕出てない、余裕出てない。横川くんは10個中3個と。先生堂々と来いよ。揮発してるからもう匂いが違ってるんだ多分。そうね、そう、一回から俺嗅いだ方がいいと思うんだ。泣いてる。今この時間がだいぶ経ってるとだいぶ揮発してるっていうね、うん、ここのハンディキャップをありながら俺は今からやるっていう。あのさあ、ほんまふざけんのよ。これなんか塩がかっこ悪いな。いや、そう、俺さっきやったんですよ。全然クシートで僕らかどう。いや、それで似合うねって言われて嬉しい。逆に言ってるけどプレッシャーになってないでしょ。全部ペパーミントにしてるから10個中、10個中10ペパーミントで来るから気をつけて。怖いな、俺まだ優しいでしょ、でもね。だから、そっちの方が覚えやすい。覚えやすいやつを5個覚えれば当たる気がするんだよ。違う、もう嗅ぎすぎじゃない。正直さ、正直、ちょっといかん。俺一回嗅いでもう終わったから。君さっきなんか嗅いで嗅いでたからさ。はい、というわけでございまして、今度はトッキーの番でございます。ひどいな、やつら。これ見えてんの。見えてない、見えてない、全く。横橋の T シャツ白でマスクも白だとちょっと笑えてくるよ、それね。じゃあ、いきますよ、はい、一発目、これはこれはあれでしょ、一番初め同じ町だでしょ。答えはペパーミント。腹立つ。もう一回ペパーミント来るんじゃないの。やめろよ。そんなことしない、そんなことしない。はい、時これどっち、まあ、何でしょうか。ティートリーだ。正解。腹立つ。急になんかね、さっきの俺の成績を見てから落ち着きを取り戻すのがちょっと嫌だわ。いいわ、これにしましょうかね。どの匂い。ん、これはね、うん、これもでもなんか葉っぱ系の、ユーカリ系な気がする。あー、なるほどね。ユーカリかな。ローズマリーとユーカリあったっけ。ローズマリーだ。その辺はユーカリって言ってしまってるんですけど、その後それがローズマリーだったの。ローズマリーじゃなかった。さっき間違えたやつ教えてくれなかったでしょ。いやいや、ローズマリーじゃないこれ。じゃあね、ローズマリーでいいの。ローズマリー、はい、はい、じゃあ正解。あ、腑に落ちんの。鼻がちょっと死んでる。ちょっと匂いがないよ。あるの。匂い飛んでないこれ、ちょっと。なんでイチャモンつけるの。飛んでない、飛んでない、飛んでない。はい、これはね、お、出た、何、マンダリン。正解。さあ、ここで全部外れたら俺と同じになる。こっから全部外れたら俺と同じになるからね。マンダリン。正解。ブラッドオレンジ。
不正解です。あれ、オレンジスイーツだって間違えてしまうと、私と同じになります。残すとかあと4本。なんか本当自信ありきたてきじゃないか。自分の業を背負ってるだけだ。あなたはこれはブラッドオレンジか。不正解。さあさあ、このままいくと私と同じ点数になります。ちょっと待って待って、何があったっけ。あと3問です。これを間違えてしまうとあなたは私と一緒という8問目でございます。これグレープフルーツ。答えは不正解。さあ、あと2問、あと2問、どっちか正解すれば勝ちです。どっちか2本ね。こんなに間違えるんだな。もういろんな記憶が今ね、うん、匂いの記憶が、やっぱ匂いって記憶されるね。難しいね。難しいと思うんですよ。ブラッドオレンジ。答えは不正解。さあさあ、隊長、これを間違えたらあなたは私と、同じことになってしまいます。同じような匂いが何回かあった気がするんだ。10問目でございます。これを当てればでも勝ちですよ。ローズマリー。いや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 、誘拐や。俺何言ったかもう覚えてないから。じゃあもう一回書いたら、もう一回書いなよ。飛行機にこんな人おるわ。何があるの。何があるの。うん、あの瓶見ます。ラスト、うん、最後書いたのはどんなのだったかっていう。ベルガモット。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。答えは不正解。惜しい。さあ、最後は何だったのか。最後は何だったの。最後、一回正解いったんですよ。ユーカリ。ユーカリって言って悩んだ結果、あなたも好きなものがいて。はい、というわけでございまして、結果発表。はい、さあ、答えはですね、結果は3対3で引き分けでございます。まあ、すごい。まああの、わざとね、やっぱね、3対3しとかんとまずいからっていうね。かお前、ふざけんなよ、お前。ふざけんなよ。やっぱね、3対3にしとくと、やっぱ次の対戦が面白くなると思うんですね。嘘つけ。最初の3当てたと思った時、すげえなと思ったよ。全発し。そのまま行くかと思いきやね。そう、7連敗ね。7連敗。まあでもね、まあ結局我々は、匂いにはまだちょっと恋愛できてないわけですよ。ですね。なんでいろんなことをして、そう、これからね、匂いを好きになっていかないといけないと。はい。恋愛を始めていきましょうぞ。ではいうわけで、ゆかりちゃん外しちゃったから、見せたくない。あんだけゆかりちゃん、ゆかりちゃんって言ってた。ゆかりちゃん。でも明確にすると分からんね。分からんね。一個ミスると疑心暗鬼になってくる。それあなたが間違ってたから。自分の業を自分で背負ってるだけだからね。この10本中ね、我々のおじさんは3本しかやることがね、そうね、できませんのでしたので、今度あれで後輩になったらこれ全部10本当てれるかもしれない。まあそう、成長したな、あいつらね。結構最後まで見てくれる人いるんだね。最初の視聴者からね。そう、最初の視聴者、最後の視聴者まで変わらずずっと行くんだよ。はい、だですね、おじさんたちの成長日記をぜひ皆さん、そうぜひ見ていただければと思います。というわけでございまして、究極恋愛おじさん。